吉です。今日はですね、以前に何度か動画を作っています、イカ釣りのポイントのところに来ているんですね。まだ、イカの爆釣れ時期にはちょっと早いんですけれども、ぼちぼち釣れているという話も聞いたので、ちょっと確認のため来てみました。あとね、噂で、この辺最近夜釣りが禁止になったっていう話も聞いているので、それの確認も兼ねて来てみました。今ですね、12時15分ぐらい、ちょうど敗退ぐらいの時なんですね。イカは朝まずめ夕晩すべぐらいに釣れるっていうので、イカが釣れるかどうかは分かりませんが、他の魚も釣れるかなと思いながらちょっと投げてみたいと思います。動画の最後に夜釣りが禁止になった理由を説明していますので、最後まで見ていってくださいね。今は平日の昼間なんですが、すでに釣り人がいますね。小魚がすっごいいっぱいいるんですよ。見えるかな？ちょっと最初にスッて投げてみようかな。スッてでは全然当たりがなかったので、ダイソーで買ったエギに変更します。ちっちゃいの釣れた。一杯釣れただけでその後は全然続かないので、またルアー変えてみます。これ使ってみようかな。となるやつ。さあ、じゃあこれでいくか。投げてみます。よいしょ。1投目では釣れませんでしたが、2投目は。やばい、釣れてる。さすが、いいのをすぐ釣れる。2投目やばい。やっぱ高いのは釣れるな。100均とは違う。すごい威力。うわっ、やっぱすんごくかけられた。やばい。 I'm doing good. I caught the squid ink. Squid, be careful. Oh my god. 何釣れた？ルアーは無事救出。3匹目。ちっちゃいけどかかりました。やっぱいいエギにするとかかるね。ちっちゃいやつかかりました。今日は7匹。ちっちゃいのばっかりだけど、まあまあでしょう。
ということで今日の釣りは終了しました。とりあえずですね、イカ7匹7杯釣れました。途中で炭かけられて顔とか結構汚くなっちゃったんですけど、まあ釣れたのでよしとします。それとですね、最初に言っていたこの辺りの夜の釣りが禁止になっているようだということなんですけれども、看板もありましたし禁止のようですね。で、途中でですね、ポリスの方がフィッシングライセンスのチェックにちょうど来たんですよ。なので聞いてみました。夜の釣りは禁止なんですねって聞いたら、そうですって、理由も聞いたら、ですね、ゴミとかそういう形ではなく、ここはちょっと湾みたいになってるんですけれども、その周辺に結構大きなリゾートホテルがあるんですね。で、そのホテルからのクレームだということです。桟橋で大きなライトを照らして、まあ、イカ釣りしている人がほとんどなんですけれども、で、そのライトの明かりがなんか迷惑だったみたいですね。ちょっとよくわかんないんですけどね、まあ、とりあえずホテル側からのクレームがあったということで、夜の釣りは全面禁止ということになりました。まあ、明かり照らせなかったら逆にいいのかなとは思いますけれども、まあ、夜のイカ釣りはその明かりがないとね始まらないので、まあ日没暗くなってからのイカ釣りはちょっともう無理になったかとは思います。まあ、それでもね、私3時ぐらいからまあ釣れ出した感じはあるので、まあその辺、まあ、夕間詰めあたりを狙ってくればまあ多少は釣れるので、まあその辺を楽しみにまた来たいとは思っています。ということで今回のイカ釣り検証はおしまいにしたいと思います。それではまた、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。アメリカでの生活やキャンプの様子を動画にしていきますので、ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。では。